勝たせるのは鎌田シャドウの方がいいと思いますよ。僕は待ってたのところエディ上げて、エディのところに鎌田にして、オートンのね、パートナーに守備的なボランチがいいと思うけどね。今だとレールマンがシュラップになるかな。アンデルセンいたらね、クエ1列上げるとかもありだけどね。僕なんかもシャドウっすね。ボール出して受け直してっていうコンビネーションの質と未来を見る能力が高い選手だから、あとキックか。ボランチだとね、ボールはもらえるんだけど、自由に動けないんだよね。自由に動いたらバランス崩れるじゃん。あと前の選手がスペース空けてくれるから動けるし。一時的にボール触れるっていうのとか、前線よりもボール来る機会が多いっていうのでボランチが鎌田自身もいいって言うんだろうけど、実際は、シャドウからボランチに降りてきた方がいいよっていう。最初からボランチ言うとマーク疲れるけどさ、シャドウから降りてくると、これサイドバックがついてくる、センターバックがついてくるってなるじゃん。で、一旦ボランチの位置降りて、そっからまた上がってってみたいな。で、ボランチヒューズ使うと、ヒューズは前に飛び出してくるの好きだから。から初期配置と二次配置で、実際は二次配置の方が受けれるけど、初期配置でみんな考えて議論してるから、ちょっと、教えてあげたいなってなるときあるよね。そう、シャドウから降りてきたときにいいんだよ。で、ワンツー受け直すのうまいから、このさ、言われるとあってなるけど気づかないやつよ。俺そんなんばっかり言ってるから、そのぐらいプロでも気づくよっていう。俺がわかりやすく言ってるから簡単なことに聞こえるだけで。実際は気づかないことだけなの。が、この、メッシとかそうなんだけど、メッシって実はこういうとこでひょこって現れて、縦パス受けるってあんまないの。どうしてよかっていうと、こっから降りてくるんじゃん、こう。降りてきて、この人誰つきますってなってる時に一回ボール当てるでしょ。ってなるとこの辺の人がこう寄ってきたりとか、こう寄ってきたりするんじゃん。って時にこの瞬間に人に当てて、自分がもう一回入ってってで、こうすると、ここで受けると、受けるよりスピード出てるのわかる？間で。ここでひょこって受けてスピード出すより、一回、この、ここで受けてワンツーで入っていこうが、この動力発生してるから、結果、スピード乗れていいプレイできる。でも今、鎌田ここじゃん。ここでボール受けます、さばきます。入れて、入ってく。もし失った時に、フィルター少ないでしょ。さっきのメッシュの状況だと、こういう状況だから、こっから入れて入っていった時にフィルター多いから、ボランチよりも自由に動いていっぱいパス受けれるし、いっぱい攻撃絡めるから、絶対降りてくんなっていう監督以外だったら、絶対こっちの方が得するよ。守備もね、責任を負わされにくいし。そうだ、メッシは実はライン間でそんな受けてないんだよね。ライン間で受けるのはアザールとか、誰だろうな、あの人は。あ、ビルツ。ビルツのライン間の受け方は前から降りてこない。横からスッて現れるから、動力が前から降りてくると、自陣側になるからスピード乗れないんだけど、横から現れてボール受けて前に行くから、プリシチとかも上手いんだよ。ライン間でボール受けて、ドリブルで乗れる選手は、前から降りてきて受けるのは、その応用的な感じで、基本は横から。ボランチとかサイドハーフの後ろから。どっちにしてるとかないっすね。なんだ、ヒューズデーグがカマダじゃん。お、カマダ1列上がるんじゃないこれ、ついに。いっちゃん見たいやつじゃないこれ。そうだ、見たいやつ見れるのが好きですね、僕は。あれ、カマダ1列上がる。ほら来たんじゃない？そう、これよ！そういうこと！うん。これでカマダ活躍したら切り抜きバズっちゃうな。あれ上がってない532みたいな感じなのかな。よく。でもこっちの方がライン間入っていけるからいいよ。鎌田が1列目と2列目行き来する感じだもんね。いや、ほんと鎌田好かれてんな、グラスナーに。いきなり僕パレス応援モードになりましたよ、ね。鎌田にね、523のシャドウっていうよりね、532でシャドウに上がってくのもいいよっていうのと、だとね、現象一緒だけど、鎌田はボランチやりたいって気持ち消えてないから、まあボランチから俺が前上がるかみたいになるしね。そういう点でもいいな。遠藤だと使ってくれるのに鎌田だと買えないんかいってなってるの面白い。なんかサッカーを学ばせてもらってるなんかね。監督によってかなり変わっちゃうなっていう。ピッチ内の状況もピッチ外の状況もね。あと監督が鎌田信頼してるほど他の選手からは鎌田への信頼あんま感じない。結構フリーでも出してもらえないとか、ね、ボールさばくときに2手先3手先イメージしながら、言っちゃえばこのセンスのいい人が選ぶチョイスをし続けられる選手だと思いますね。
そこにパス出したらこうなって、こう動き直したらこうチャンスできるよね、みたいな。そういうのがすごく能力的に高い選手で。ただ、弱点としてはやっぱり、チームとしての約束ごと、守備に関する、まあ、戦術、原則って呼ばれるものを、長い時間、持続性高く献身的な守備するみたいな。走んないって意味じゃなくて、どこでどう走って、どこでどうずれて、みたいなのを、こう、細かくやり続けるみたいな。っていうのは、ちょっと苦手っていうのは、いろんな選手からも、他の選手もインタビューで言ってますし、まあ実際に、ラツィオの時に起きてた問題もそれなんで、なんで、鎌田を知っている監督が、鎌田を呼び寄せて、ああいう使い方してるっていうのは、彼の苦手な部分が出なくていいなっていうふうに思いますね。あ、もう全部期待してますよ、それは。プレイヤーとしては、だって、やっぱり見てると、ウォートンと鎌田のパスの連携だったりとか、そういうところで、ほんと、うまいはすごくうまいですからね。だから、その先ですよね。どういう数字残すかとか、どういうスーパーゴール決めるかっていうのは、まあ、サポーターの方が、まあ、楽しむ部分で、どうしても僕は、勝つ上でどういう振る舞いしてるかっていうところに注目してて、鎌田が思うようにプレイしてくれればいいと思います。まあ、日本代表っていう意味では、本人はずっと6番というか、ボランチをやりたいって言ってますよね。うん、で、それがこのプレミアってどうなるかっていう、初戦はあれですか、オリーセとやっぱ比較されたから、ちょっと前目だのイメージだったというか、うん、それを本当に彼がやりたい、もうちょっと低い位置で、プレミアで成功できたら、日本代表でもそこのポジションをつかめるんじゃないかなと思ったんですけど。うん、なんで、あれですよね、森田さんは鎌田が守備しないかって冗談めかして言ってましたけど、やっぱり必要な場所を必要なタイミングで埋め続けるって能力って、遠藤航ずば抜けてるじゃないですか、日本代表で。で、パレスでもやっぱりウォートンと組むとウォートンも鎌田も天才肌のそういう選手になるんでバランス取りにくくなるんですよ。なんでウォートンいない時に鎌田下げるとかは全然ありだと思うんですけど、もしくは4バックとかにして中盤を2枚にしてアンカープラス鎌田とウォートンみたいな。だったらあると思うんですけど、基本的にグラスナーの今の戦術だとダブルボランチどっちかが攻撃的、どっちかバランス取れるっていう形になるんで、ちょっと鎌田の自分がやりたいって気持ちと、チームを勝たせる上での鎌田のボランチ起用っていうのはリンクしないですよね、今。自己評価と他者評価の話にまた戻るわけですね。そうですよ。鎌田はできてるじゃんって思っても、それは失点につながってないだけで危ないところはたくさんあるっていうことになっちゃうんで。だから鎌田が自由に動いても、俺が全部カバーしてやるよってボランチがいたら、鎌田が思ってるそれはできると思いますね。俺が信じてるみんな絶対やれるよ。最高よ。選手が自分の最大能力を出せるような環境を作る、それをこれからやっていきます。俺が自信を持って選んだメンバー、これだったら昇格だぞ。